よーほほいはっゾックス何やってんの。とある筋からの情報だ。とある筋キュピーンへへこのデカブツの頭部に破壊ザーが埋まってる。なんそれ、なんだと。嘘でしょ、どういうことですか。待ってな、俺が引っこ抜いてきてやる。はっよっと、よっほほい。くぅ、海賊め、そうはさせるか。ゾックス、ステイシー、ありがとう。みんな、破壊獣王の頭を避けて攻撃だ。了解。了解。まず私から。うん。よろしく全開。スーパー戦隊。全力マシンパワー！ピッシュ！ピッシュ！ドーン！ピュン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 ！ボコーン！ドーンドーン！これか！グロいことしやがって。カチャ。ブーブー、プシュ！させるか！ダクダク！邪魔をすんな！ピシクラック！えぇー！うぅー！ピシー！ドーンドーン！うぅー！ドーン！うぅー！クラック！ダダーン！ふっ！ぐー、あー！よよ！よほほい！ゾックス！父ちゃん！カイト！これで遠慮なく破壊獣王をぶっ壊せるぜ。ブーブー、うーどん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 、やべやべ、あいつ暴走しやがった。うおー、ジュラン、マジーヌ、ガオン、ブルーン、作戦第二段階、先にやってて。え？あ、でも、カイト！父ちゃんのやらかしの後始末だ！ゾックス！海ちゃん、全力で破壊。いいかお前ら、一日遅刻したが、カイトへの誕生日プレゼント絶対に渡すぞ。うんうん、はい。1980年5月30日五色大佐王誕生。ん、はぁ、はあ、うわあ、させるか。うわあ、1984年幼稚園入園。お昼寝の時間に全く寝ないで本を読み漁り、先生を困らせる。けえ、聞けよ。1987年小学校入学。絵本で見た他の世界にどうしても行きたくて猛勉強スタート。くっ、1993年中学校入学。別世界に行くんだと主張し、
2階の窓から飛び出して大怪我。1996年高校入学、後のパートナーとなる三つ子と出会い意気投合、二人で平行世界の研究を始める。うわぁ、うわぁ、貴様らさっきから何の丸だ。お前の、あんたの心に呼びかけてんだよ。うわぁ、うわぁ、君はカイトのお父ちゃんで、ヤツデの子供なんだ。あったかい家族の記憶、絶対にあるはず。どんなに心の奥に封じ込められていても、あるはずなんです。最後にかけるとしたら、ぶっちゃけ愛だろうが。はぁ、どどーん、小さいカイトを落とし、ヤツデさんとミツコさんにものすごく怒られる。くぅー、はっ、ぬぬ、こんな大事なことを忘れてしまったのですか。ふら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 いかん、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 ステイシー、ステイシー、ドーン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 、うわぁ。再現戦隊マサトシマイダの活動はご覧のメンバーシップ加入の方々と、チャンネル登録してくださってる方々、いつも動画を見てくださる多くの皆様の応援によって支えられています。ありがとう。よろしくお願いします。前田でした。